さあ2回の表横浜 DeNA ベイスターズの攻撃はロペス選手から始まります。さあロペス選手に対してワンボールから青柳投手2球目、外のスライダー、これはハーフスイング取られてワンストライクワンボール。あそこをやっぱ手出しちゃうっていうのは何か相当切れてるんですかね。相当切れてるっていうのと、まあ、ストライクに見えたっていうね、うん、まあそこ振ってくれるとピッチャーはね助かるよ、うん、ノーツーだってもう取るしかないけど、ワンワンだったらもう一球厳しくいけるからね。3球目インコースで構えた、打ちました、ファールボール、うん、これでワンボールツーストライク、うん、まあ、カウントが真逆になるわけですからね。ほぼアンダースローのねサイドより低い位置から144キロ出るってもう化け物ですよ。そうですね見たことない軌道ですね。見たことない。でもやっぱこう青柳投手もうやっぱこう強引に引っ張りにかかるとあえて引っかかったりするんでしょうね。そうですね、もうストレートの割合がまあツーシームみたいに横にずれますけど非常に多いんですけど、これだけみんな詰まるってことはね、詰まるというか打ちのじるってことはよっぽど曲がってるんでしょうね。そうですね。さあ打席に8番の戸柱選手が入ります。初球はボール、今のもそうですね、はい、もうまっすぐ投げる、まっすぐというか、まあ、本人にとってまっすぐだと思うんですけど、まっすぐがもうナチュラル進化するんで、うん、そうですね、それを重いですね、思いっきり投げて140キロを超えてくる進化が来るっていうね分かってても打てねえキャッチャーもよく取ってますよ本当にさあ2球目、これもそうですね、打ってボテボテのファーストゴロになります。ボア選手しっかりさばいてアウト。青柳投手のこのナチュラルに曲がっていくストレートなのかツーシームなのか進化なのかという、はい、そこに非常に話題が集中しておりますね現在副音声の方では。これをストレート、これはマシーン、あれだってボールの上振ってますから、ね、振ってますね、やっぱ落ちてるんですかね、落ちてるんですよ。143キロで変化してるんですよシンカーっぽくメジャーですか、ね、あんなのね打てないですよ我々は。もうストレートというとなんか語弊が出そうなやっぱボールではありますね。ムービングファストですね、いい構えですね、打ちそう、構えスライダー、空振り三振、素晴らしいアウトのスライダー、トゥークアウト、いいですね、今のは構えたとこですよ、本当に今のはいつ勝ちますよね。今の素晴らしかったですね、ゾーンから振ってるな、振っちゃうな、意識すればするほど振るっていうのもありますからね、外外外って言ってますと、ストレートがナチュラルに食い込んでくるっていうその軌道が逆くるんでね、思ったより遠く見えると思うんですよ。もともとここに内側内側ってこう食い込んでくるのに、そこから逆バーン逃げられるとね、手届かない、まさに手届いてなかったです ね、 そうですね、横幅を使ってるピッチングという、そうですね。さあ打席には3番の外選手が入ります。怖いバッター、さあ初球打ち、今のボールですね、打ち見せますね、今のしっかりとこう投げ込めるあたりが一つピッチングを作って国はまあキーになってくると、外が生きるでしょうね、うん、外だけにっていうことですか、解説、うん、そのタイプですよ、もう天然で出ました天然 で、 でも外国人バッター特に外を打ちますもんね、またね外だけに外学業をやっぱ狙っていくん で、まあそうですね、なおさらそこに穴がある、腕が長いっていうね、はい、さあ梅野選手の星がキャッチャーインコース構えました、もう一個打ち損じました、サードゴロ正面、大山選手一塁転送、スリーアウトチェンジ、3球目外角高めいっぱいストライク、はい、うん、ですね、あれがこう下から上がってくるわけですからね、下から上がってきて外角高めですから見たことない軌道ですよ、どうやって打とうかなっていう感じですよね、振っても全部ファールになりそうなボールでしたね、うん、今のは。さあこれで追い込みました、梶谷選手は何を狙っていくのか、まあ、全部打ってきそうですけどね、ちょっとグリップの間開けてるか梶谷選手、押してを強めてる、うん、外角いっぱいわずかに分外れてボール2ボール2ストライク、平行カウントです。プレー級選手で、まあ、たまに見かけるんですよね、追い込まれるとこのグリップとグリップの間ちょっと開けるっていう、これ何か、まあ、各々多分うわライン際すごいいいとこ投げてる、何か意識があるんでしょうけど、松田選手とかねやってましたけどね、ソフトバンクのね、何か当てやすいとは聞きますよ ね、 ね、こうコンとね、弱いスイングでもまあテコの原理でねヘッドが効くんで、そういうのあるかもしれないですね、この外角からのスライドボール、ソフトボールで当てて走るだけの時に使う技術、スラップスラップですね、開けちゃうっていうね、当てるだけっていうんだったらそっちの方が当たりやすいっていう、さあ状況は3ボール2ストライクでフルカウントになりました。これ上茶谷投手がオートでスタートを切って、これファールで粘るようなことがあれば次のピッチングに影響出るんじゃないかなと、ね、ここファールでバテてしまう、1球でなんとか仕留めてほしいっていうところありますけども、さあラストボール、
打ちました、ファール。まず1本目の走り込み始まりましてですね、いいダッシュしてますね、これ2本目って言ってね、言いながら走るっていうのは草野球でよくあることですけどね、早く早く打ってくれよっていうね、そうね、いい加減中に入れてくれっていう、まさかこんなところでピッチャーを削れるとそうですね、味方でしかも、そういう作戦だったのかもしれないですね、ファールを打たせるぞみたいな、高度な技術です、わざと2スリーにしてね、ファールを打たせまくるという巧みすぎるでしょ、打ち取ったらええやん全員っていう、だん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 ね、こう走ってくるとね、疲れますかね、わー、三振。さあ2球目、まっすぐ打った、一塁線フェアだよフェア、ライト線転々としていく間にオースティンは二塁へ向かいます、オースティンノーアウトからツーベースヒット、今でもたまたま行った感じでしたね、今のは、まあ、ポコンって音が鳴りましたね、ど真ん中に入ったっていうのがね、構えてるところとかなり違いますね、ここはね、まあまあ過信、なるほど、うん、あのこれ投げて打たれないっていうのにやっぱり1個挟んでいきたいなっていう気は今見ててしましたけど、あ、大それたこと言いましたけど謙遜していくって大それて謙遜していくっていう、ね、いいです、あのノッサンの話なんでね、あの無視していただいても大丈夫なんですけど、ね、兄貴っぽかったですよ、野球好きノッサンの話、意外と腑に落ちますね、 DeNA はツーベースで得点圏にこれランナー置いて3番のソト選手が打席に立ちます、らららまた打ちに寄ります、これを信じてる佐藤選手に、はい、あとは膝元を孤立してる、オースティン選手はこの間に三塁へ進みます、らららら、ノーアウトランナー三塁と状況は変わりました、うん、どうしました、多分1個前に打ちに入ったっていうのは本人もちろん分かってるんですよ、はい、で海野氏もあのインコースの低め構えてそこに来いと、ここに来れば大丈夫、うん、そこに来ない可能性があるっていうことが、まあ、多分たまに過信するんですよね、来たら大丈夫、もう甘く入ったっていう時に打たれたんで、次甘く入るわけにはいかないって意識が働いたのは間違いないと思います、うん、なるほど、まあ、この場面はまあランナー三塁といえども、まあ、これでいいわけですね、すごい、ある意味これでいいと、これでいい、うん、はい、ソト選手はインコースどん詰まりのショートゴロで、ワンアウト三塁ランナーはホームイン、1点は OK と、ね、これで得点は3対1と、今のね打球ね、今の打球取れるんですよ、いや今の取れる、あの、ね、どういう意味かっていうと、はい、思ったより打球が来ないときにタイミングずれて取れないときあるんですよ、ピッチャーって、いやそうですね、まっすぐ返ってくるんで打球速度も同じだと思いますよ、打球速度全くわからないんですよ、今グローブ出したら全然来てなかったんで、うん、抜けたっていう、ね、ピッチャーライナーってことですね、ピッチャーライナーでもさっきの上地内選手投手みたいなときにとんでもないライナーもあるんで、あれは反応ですね、まずは体を守ること始まる、まさかのチェンジアップって、取りに行かない方が良かったりするんですか、いやもう体守るんでまず必死です、反応勝手にしちゃうんで、だからあの全然でも1点全然 OK なんで、ね、まずワンアウトの方が大きいですね、そうですね、本当は縦に落ちるボールを投げたくなると思います、ここでしっかりよく取りました、ウゲット投手一塁へトス、スリーアウト、ツーアウト、失礼しました、これでツーアウト、バッター分かっててもでも難しいですよね、今いい打球でしたけどね、そうですね、あの正直うまく捉えていい打球でしたが、定石でいうと落ちる系のボールを投げるんですけど、はい、もう青柳投手でいうと高めに釣っておいて結局まっすぐ投げてるんですよ、はいはい、だからすごいですよね、本当に配球というよりはもう信じてるボールがあると、うん、それを投げる、しかもそれ分かってて先っぽですから、もうヘビですよ、ヘビみたいな球投げてた本当すごい、サム選手も納得いってない感じですね、そうですね、もうちょっと打球を上げたかったっていうような表情されてますね、しかし上がらないスネークボールっていうことですよね、一生内野ゴロ、こういう風にね避けていくって感じですね、バットさあ5番のロペス選手が打席に入ります、初球ってどん詰まりサードゴロ、フェアグラウンドで取りました、一塁転送、ツーシームがやばすぎる、6回の表横浜 DeNA ベイスターズ得点は1点です、はい、